いいじゃない。てってれーじゃーん。なんだこれは。ダトン天候。台湾人一直讲这个方便，有血也带去。今天我要用看看这个这五种料理，我要研究到底是为什么台湾人爱这个东西。第一次做的咧，すごくない。さあ、実食。茶碗蒸。茶碗蒸し。茶碗蒸し。茶碗蒸。可以了。茶碗蒸か。次何食べる？うまい。次はすき焼き。いいじゃない。はい、じゃあいただきますね。我要葱放上去。あ、見えたな。葱放上去。はい、いただきますよ。80点。あ、まあ、牛肉、ちょっと良いでん。え、なんだろう。ククーな。菜や肉や、还有香菇や。香菇的味道不错。那还有酱油的味道合在一起就下一个親子丼。ちょっと鸡蛋硬いね。因为親子丼、亲子丼是应该是半熟的吧。これ。でも全然半熟じゃない。おいしい。OK。デザート行きましょう。じゃあちょっと待って、リーベン团子。何それ。用那个大同天国的真的困難。或者用这个，これみたらしソース。あれ、和菓子みたいな。和菓子ですよ、和菓子。和菓子餅。なんだそれ。ああ、うまそうじゃないか。おお、もっちもち。てか豆腐もあっちよこれ。豆腐もあっち。豆腐入ってる。そうよ、豆腐入ってるよ。次は何点？ね。100点なの？もちもち。ジューシー。ダメだ。ダメだ。太好吃。本日も主役プリン。っていうかプリン。はい、どうぞ。幸せ。那台湾的烂脸的料理就是这个嘛，用那个电锅的东西。我觉得最适合的是卤的东西放着，然后一直一个小时、两个小时放着也没有问题。这样的卤的东西是最好，咖喱饭啊，或是那个牛肉，牛肉饭炖牛肉之类的是最好的。所以